はい、はい、春 YouTube、ジャッキーちゃん YouTuber の方にコメントを読んでもらえるっていうねことを今日話しようかなと思います。なんか政治選挙ですかね、選挙ですね、4月10日が京都知事選みたいですけど、はい、ちょっと待ってください。はい、ということで引き続き、ジャッキーちゃん YouTuber の方に、コメント読んでもらえるっていう、お話をしたいんですけど、その、YouTuber とは誰かというと、のりさんの、精神世界探求チャンネルっていうね、そういうチャンネル名なんですけど、ちょっと、もともとね、スピリチュアルのりっていう、そういう名前の、チャンネルやったんですよね。スピリチュアルのりっていう、スピリチュアル系の、話を、話題に出して、チャンネルだったんですけど、で、ある時から名前を変えまして、のりさんの精神世界探求チャンネル。うん、で、僕ね、すぐジャッキーの幸せ研究所も、結局幸せって感情とか精神世界、心とかね、魂とかそういう世界観のことを一応話させてもらってるんですよね。話っていうか、結局、感情から来て体で笑顔になったりとか、嬉しい、楽しい、とかあるじゃないですか。で、感情から来て悲しい、痛いとかね、辛いとかってあるじゃないですか。だから結局人って見た目的には、まあ、その見えるものだけでいろいろ感覚捉えてますけど、それ深掘りすると感情から来るんで結局精神世界になると思うんですよね。はい。で、それでのりさんのチャンネルで結構僕もね、いろいろ勉強させてもらってて、まあ、最近ですとその自由意志はないっていうね、うん、そういうフレーズすごく好きで、前も先輩のバーでね、酔っ払いながら、ああだこうだっていう風にね、こう怪しい話を してたんですよね。自由意志はないんですよ先輩とかって言ってまあどういう話かって言ったら、まあ、僕も皆さんもいろいろ考えながら生活してるように見えるんですけど、それは一応もう決められたセオリーで、もう自分で選んでるように見えるけど、もう決められたシナリオを進んでるというような話なんですけど、ちょっと今ここではちょっと話できないんですけど、そういうような話、そういうのも学ぶっていうかね、結構もう好きなんでね、ラジオのように聞いたりしてるわけなんですけど、はい、そこで、ジャッキーちゃんの質問を取り上げさせてもらいました。はい、ありがとうございます。その内容は概要欄にて。現場から以上です。ありがとうございます。